南東は東京都小笠原諸島の父島列島の一部をなず島。父島の南西にある無人島。第三期由来の典型的な沈水カルスト地形が見られる。かつては上緑低木が生い茂っていたが、ヤギの食害により、所々に地面が露出した現在の姿になった。植生回復のため昭和40年代にヤギが駆除され、2003年からは、 自然保護の観点により観光客の入島に際してルールが定められた。南東沈水カルスト地形の空中写真国土交通省国土地理委員地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成表記の海水面が下がっていた時期に形成されたカルスト地形が海水面上昇によって冠水したもので2008年3月28日に 小笠原南東の沈水カルスト地形の名称で国の天然記念物に指定された。日本国内では他に沖縄県宮古諸島の下地島にある通り池などに見られる。島には桟橋など港はない。船で島南側の大きな入り江に乗り入れてへさきから島に降り立つか西側の小さな入り江よりカヤックまたは泳いで上陸する。個人での入島は制限されており。 東京都自然ガイドが同行するツアーに参加することになる。上陸に際しては、陸外を食害するプラナリアの卵など、外来動植物を持ち込まない用物を海水で洗い流す。定められたルート以外は立ち入り禁止。1日あたりの入島人数は100人まで、滞在は2時間以内。11月から翌年2月にかけて、植生保護のため上陸禁止期間が設けられる。 私はのものを持ち出すことはできない。広べそかたまいまいの半化石。ありがとうございます。